はい、札幌中心部この時間は雪の降り方は弱いんですが、風が強く体に染みるような寒さです。まだこの後明日にかけて注意警戒というのは必要ですね。はい、今一時的に収まっているところですが、この後また降り方が強まって吹雪く時間帯もありそうなので、引き続き注意と警戒ですね、続けていただけたらと思います。では警報から見ていきましょう。はじめに暴風雪警報です。宗谷地方と留萌地方、石狩地方に暴風雪警報が出ています。この後午後9時ごろまで警戒を続けてください。次に波浪警報です。波浪警報は宗谷地方、留萌地方、網走地方、根室地方に出ています。この後今夜は高波にも警戒が必要になってきます。では今夜から明日にかけての天気のポイント、空ナビを見ていきたいと思います。こちらです。今夜から明日にかけては暴風雪、そして大雪に警戒をしてください。ピークとしては明日のお昼くらいまでになりそうです。では雪雲と風の予想を見ていきます。この後午後7時の雪雲と風の予想です。北寄りの風になりまして、紫色の範囲、雪の降り方が強い地域を示しています。では時間を進めていきます。この後今夜も北寄りの風、そして札幌の中心部でも紫色の範囲、活発な雪雲が流れ込んできそうです。未明から明け方にかけては吹雪く時間帯もあるでしょう。そして明日のお昼を過ぎますと雪の降り方次第に弱まってきそうです。そして夜になると雪の範囲も次第に狭くなってくるでしょう。雪の量としてもまとまった降り方となりそうですね。では予想降雪量を見ていきたいと思います。今日午後6時から明日午後6時までの24時間です。今ご覧の留萌地方、それから札幌も含めた石狩地方、そして後志地方に赤の40センチから50センチ、そしてその周りにはオレンジ色の30センチから40センチとなっています。札幌の中心部でも40センチ前後の雪が降りそうです。このくらい降りますと札幌では今シーズン一番の大雪ということになります。警戒が必要な期間も確認していきます。雪のピークについて見ていきたいと思います。日本海側、太平洋側の西部、そして札幌では明日のお昼頃までが雪のピークになりそうです。太平洋側の東部に関しては雪の量極端に多くなることはないでしょう。そしてオホーツク海側では今夜いっぱいが雪のピークと思ってください。一方で風のピークなんですが、風のピークは今夜いっぱい、日付が変わると次第に弱まってきそうです。マークで時間ごとにお天気を見ていきます。まずは札幌県です。明日の札幌県、今日からの雪が明日も続くでしょう。大通り、真駒内、羊ヶ丘では未明から明け方にかけて吹雪そうです。降り方のピークとしてはお昼頃までになるでしょう。最高気温は氷点下5度から氷点下6度の予想、厳しい寒さになりそうです。今の新千歳空港の様子見ていきます。引き続き雪の降り方非常に強いようですからお気をつけください。では南西部の予報から見ていきたいと思います。札幌、小樽、倶知安、江差ではピークはお昼頃までになりそうです。この千歳でも雪の降りやすい天気になりそうなんですが、量としては多くはならないでしょう。続いて北部です。留萌、滝川、岩見沢、石狩では午後からは次第に雪は弱まってきそうです。稚内や富良野では明日は雪の量はそれほど多くはならない見込みです。名寄や富良野では最高気温でも氷点下10度、寒さの厳しい1日になるでしょう。続いて東部の予報を見ていきます。紋別では雪が降りやすい1日になりそうです。ピークとしては今夜になりそうです。そして北見ですとか網走も雪のピークは今夜までで、明日は概ね曇りの天気になりそうです。根室など沿岸部では風が強いでしょう。雪だけではなく寒さも注意が必要ですね。では明日の気温見ていきましょう。明日日中の最高気温、今日と比べると3度前後低くなるところが多く、全道的に厳しい寒さになりそうです。青い枠がついているところが今シーズン一番の寒さになりそうな地点です。東北や道東中心に今シーズン一番の寒さ、そして札幌も明日は氷点下の6度で今シーズン一番の寒さになりそうです。明日朝の最低気温、今朝より低くなるところがほとんどで、平年並みかそれ以下になるところが多くなるでしょう。さあ、そして暴風雪、そして大雪への備えということでお伝えしたいと思います。まず家の中では停電に備えて、懐中電灯、携帯電話の予備バッテリー、ラジオ、電気がなくても使えるポータブルストーブがあるといいと思います。そして車では立ち往生の可能性もありますので、スコップ、毛布、防寒着、そして牽引用のロープなども積んでおくようにしてください。この先の天気、週間予報を見ていきましょう。
今の網走も今ちょっと景色が霞むような雪の降り方となってますね。明日の未明くらいまでは網走も吹雪そうですね、はい、では南西部の週間予報です。あさって水曜日天気は回復して各地で日差しが感じられそうです。ただ気温が上昇して最高気温プラス5度前後になりますので、屋根からの落雪に注意をしてください。木曜日も日中はプラスの気温が続きそうです。北部と東部です。あさって水曜日、道北やオホーツク海側でも晴れ間が戻りそうです。水曜と木曜最高気温0度前後になるので、融雪の事故に気をつけてください。山間部では雪崩にも注意が必要です。金曜日には再び真冬日が戻ってきそうです。さて、お伝えしている通り道内明日にかけて荒れた天気が続きます。吹き溜まりによる交通障害などにも十分にお気をつけください。